い、どうもこんにちは、ガスタースティーブです。早速ですが、今回紹介するのはこちら、ストーンフリー。この間ね、ゴブのジョルノ・ジョバーナのスタンドゴールドエクスペリエンス紹介したんで、もうその流れでついでにもう6分まで進んじゃおうってことでね。まあスタンドだけでジョリーンはまだ手に入れられてないんですけどね。今回はね、箱に入ってるの変えたんでね、よっ、特に組み立ての必要もなく、もうそのまま入ってますね。で、台座とここの部分が盛り上がってるんだよね。多分設置した時にこれかかとがここ上がってるから、その分なんだろうな。よいしょと、はい、着きましたね、ストーンフリー。まずこちらストーンフリー、どういうスタンドなのかっていうと、第6部の主人公はクージョー・ジョリーンって言って、歴代のジョジョの中でも唯一の女性の主人公なんですね。だからこのスタンドのビジョンも全体的にもうほんと形そのものが女性の形ですよね。あのラスボスの能力って、大体あのビデオの再生だとか停止だとか早送りだとかって、あのビデオの操作に関連付けられるみたいな、そういう共通点があったんですけど、その主人公たちのスタンドにも一応共通点があって、6部までなんですけど、全員スタンドの名前の中に鉱物の名前が入ってるんですよ。全員スタンドの名前の中に鉱物の名前が入ってるんですよ。例えばスタープラチナだったらプラチナ、クレイジーダイヤモンドだったらダイヤモンドで、ジョルノのゴールドエクスペリエンスだったらゴールドっていう風にね、プラチナ、ダイヤモンド、ゴールドと、まあこんな具合でね来てたんですけど、プラチナ、ダイヤモンド、ゴールド、ストーン、いきなり石になっちゃったんですよね。というわけで今回はこちらね、ストーンフリーを見ていきましょう。はい、ストーンフリーさんです。顔の方のデザインは、あー、そうか、こっちバージョンだね。まあどちらかというとまだ機械的な雰囲気はありますよ。ここ目の部分なんて緑色のサングラスみたいなのかけてますからね。なんかちょっとした歌教員みたいな感じです。で、なんかね、耳の部分もこんな風にちょっと機械っぽいような頭部デザインになってますね。これグラサンの中、上から覗けると思ったけど、ちょっと見えないですね。で、確か初期のストーンフリーは、まあ、特に口っぽい口はついてなかったんですけど、いつぐらいだったかな、なんか途中から普通に人間らしい口がついてきたんですよね。どのあたりかちょっと忘れちゃったんですけどね。で、ぐるっと後ろ行くと、この間この至るところになんか線が入ってるんですけど、糸がもうぐるぐるっとまとまって、結果この形になってるんですよ。だからこの形自体は本来は糸でできてるんだけど、その糸の集合体みたいな感じですよね。歌教員のハイエレファントグリーンも糸でできてるかは分かんないけど、なんか体を紐状に変化できるっていう能力ありましたよね。なんかもうそれの超長い版、すっごい細長い糸になったりできるんですよね。一応この青い部分自体は布なのか分かんないですけど、ここの手首の部分にシワが寄ってるんですよね。だから多分これは服なのかな。で、ここの糸の部分が地肌みたいな感じですかね。指までね、結構細くてしなやかで、ほんと女性らしさが出てますね。で、特にもうね、ここの おけつなんかね、腰の部分はなんか若干分割っぽくなってますね。で、そのまま足がぐーっと続いてって、足元は若干ブーツみたいな感じになってます。デザインとしてはかなりシンプルですよね、ストーンフリーは。全体的なカラーリングもほとんど全身のブルーの色に、まあ、所々に灰色で、顔のところにちょっとグラサンの緑色が入ってるぐらいで、基本的に3色での構成ですね。こちらスタンドとしてはね、先輩のゴールドエクスペリエンスさん、こうやって見るとやっぱりゴールドエクスペリエンスはいくらね、ゴブになって細身って言っても、さすがにね、もう男モチーフですからね、全体的なもう男性っぽさはかなりありますよね、こうやって見比べてみると。で、一見身長これ一緒に見えるけど、ゴールドエクスペリエンスの方はこうやって膝曲げてるからね、実際直立すれば、まあ、ストーンフリーよりは大きくなるのかな。あ、でもね、公式設定だったか忘れたんですけど、このスタンドの本体同士のジョルノとジョリーンの身長は、ジョルノの方がまあ年齢のあれもあるんでしょうけど、ジョルノの方は172センチで、ジョリーンの方は174センチなんですよね。だからジョリーンの方が設定上では背は高いんですよね。まあその辺もね、ちょっとこっちのあんまり顔が似てないジョルノと見比べてみたいので、なんとかジョリーンをね、まあそのうちね、手に入れようかなと思います。というわけで今回はこちら、ジョジョの奇妙な冒険第6部ストーンオーシャンより、主人公クージョジョリーンのスタンド、ストーンフリーの紹介でした。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。